むずいね。やばくないこのむずさ。いやーレベル高い。そりゃ東大のリスニング解けるよ。これ2回流れないと無理でしょ。5問中4問が数字に絡んでいるものなので結構めんどくさい。ということで始まりました無敵チャンネルです。さあ今回はですね灘と開成のレベルを比べていこうということになりますね。まあどちらもですね英語のリーディングはもうすでに解いてあって動画出てるんですけども20万再生超えてますかね。灘に関してはね開成ももうすぐ超えるかなっていう感じなんですが、リーディングのレベルとしては灘の方が難しい。まあ、圧倒的に読解が灘の方が難しいですね。全然違うレベル。それに対して言えば開成の方は高校入試としたらもうむちゃくちゃ難しいですけども、大学入試としたら、大学入試としたらっていうの変なんですけど、大学入試としたらまあ解ける。灘に関しては大学入試でもかなりできる人でも解けないっていう感じですね。知識の面が全然違うと。まあその他ね正誤問題が苦手な人は両方とも正誤あるし、共通語補充もあったりするんですが、まあ、圧倒的に灘が自由英作とね和文英訳があるので、開成は条件英作なんで、そこの差も明らかに出てるっていう感じなんですが、じゃあ今回ですねリスニングもやってみて見ていきたいと思いますね。開成の方はこちら声の教育者の方からもう無料でダウンロードできるので公開されていますのでやっていこうと思います。で灘の方はですね無料のものがなかったんで、スクリプトはここにあるんですけど、ネット上で販売されているものは有料だったので動画では音を流せないかなと思いますが、では開成の問題やってみたいと思いますね。だから開成はですね50分のテストなんです。まあ灘はね90分のテストなんですけど、だいぶ試験時間も違うんですが、パート A からパート C まであるので結構大変なんじゃないかなと思いますね。長い時間音声が流れるのではないかなと思います。試験開始後約20分経ってから聞き取り問題が約15分間あるって感じなんですね。ああじゃあ結構時間大変ですね。15分もあるんだ。ってことはリーディングで35分しか使えないわけだもんね。このリーディングは相当大変だね。聞いていきたいと思います。 Hey John, what are you doing with that rope? Oh, hi Kenji, I'm fishing for treasure. Treasure? With a rope? Yes, it's called magnet fishing. It's like regular fishing.なるほどね。一つのカンバセーションに3つも問題がついてましたね。パート B も3つついてるな。記述があるパート B は。パート C、D は4つついてる。ノット問題もついてるね。引っ掛けがちゃんと出てるって感じの問題でしたね。Listen to a customer ordering at a donut shop. Hello and welcome to Tim's Donuts. Can I take your order, please? Yes, I would like an old-fashioned donut, a chocolate donut, and soup. むずいね。やばくない？このむずさ。 Many people know that plastic is not good for the environment. You have probably heard that plastic is in our oceans, lakes and rivers. なるほどね。いやーレベル高い。そりゃ東大のリスニング解けるよ。相当レベル高い。計算もしなきゃいけないし、確かにこれ2回流れないときついね。引っ掛けの選択肢も厄介だし、まあパート D の方がまあ自分はこういうの慣れてるから、レクチャーに慣れてるから簡単だったけど、できんのこんなの。いや難しかったな。まあ後ろの方に音声やっとくんで、ぜひ見といてもらえればいいんじゃないかなと思いますが、イースタンとかね、ウェスタンとか、引っ掛ける気満々だよね。本文では2分の1って言って、で選択肢ではね2倍の方を答えさせたりとか、5時半に1時間足して6時半でも答えの選択肢はハーフパスト6とかね、6:30って書きゃ簡単なのにとかね、計算させたりとか、よく練られてますね。もう本当に引っ掛ける気満々。続いて灘の方のねリスニングをやっていきたいと思いますね。聞き取りの問題は開始後15分、5問あります。どれぐらいの長さなのかもよくわかんないですが、下の問いとして答えとして最も適当なものを選べと。英文は2回読まれると。ノット問題ついてるね。6分15秒ありますね。はい、見られました。うん、むずいよ。これ2回流れないと無理でしょ。やばいと思っ
った、うん、計算もあったしメモ取んないとちょっときついんじゃないかな。数字がいっぱい出てくるんだよね。5問中4問が数字に絡んでいるものなので結構めんどくさい。時間、値段とか数とかですね。で計算ももちろんしなきゃいけないです。じゃあただ開成と比べてどうかって言ったら開成のリスニングの方がむずい。速さも開成の方が速かったですね、うん、全然スピードも違ってすごいゆっくりだった。灘の方はでもあと1問で計算でメモ取っていけば解けるのに対して開成の方はもう引っ掛けがやらしいですね。もう引っ掛ける気満々でやってるって感じで、リスニングは開成の方が難しいです。少なくとも2020年に関しては開成の方が上。どちらも計算入れてるし厄介ですね。だから2回呼ばれないとどっちも相当きつい。まあ自分自身どういう景色か分かんなかったんでちょっとやっぱ2回聞かないとえこれ大丈夫かなっていうのがあった。ただ灘の方は1回でもあこれだなっていう風に分かった。どれも全部正解できた1回で。開成はちゃんと聞かないと自信がなかった。やっぱそういうこと考えても開成の方が難しい。じゃあ全体でどっちなのか、結局のところどちらの方が難しかったのかっていうと灘ですね。はい、灘の方がむずい。やっぱり灘校が日本一でした。いや来たんですけどね、慶応なんじゃないですか。慶応義塾高校が今年は一番難かったです。まあ難しい、確かに難しい。長文とかめちゃくちゃ難かったけど、いや比べたら灘でしょうね今のところ王者。まあこれからちょっとねラサールとかいろいろ解いていくんですけど、果たして灘を倒せるところは出てくるのでしょうか。あとリスニングの音声が西日本のやつない、ぜひ音声あったらくださいという感じになります。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Part A. Listen to the conversation and choose the correct answer for each question.Hey, John. What are you doing with that rope? Oh, hi, Kenji. I'm fishing for treasure. Treasure? With a rope? Yes, it's called magnet fishing. It's like regular fishing, but instead of a fishing rod, a fishing line, and a hook, I use a rope and a really strong magnet. Interesting. So if I want to try magnet fishing, what do I need? The basics are a strong rope,and a powerful magnet. You must also bring gloves, a hat, and rubber boots. I have some of those already. Anything else? You don't need them, but sometimes I bring a water bottle, a bucket, and a brush. Okay. Have you actually caught anything interesting? Yes. I caught a bicycle last week, and today I caught this pair of scissors. Oh, and one time I caught a smartphone.Really? But my friend Paul caught a kitchen knife and some foreign coins. You can make money by magnet fishing? Wow, I have to try this now. Part B. Listen to a customer ordering at a donut shop. Choose the correct answer for questions 1 and 2 and fill in the blanks A and B on the receipt. あ、そっか。これ2つあるから4つか。OK.Hello, and welcome to Tim's Donuts. Can I take your order, please? Yes, I would like an old-fashioned donut, a chocolate donut, and soup. What kind of soup would you like? Cream of mushroom or chicken noodle? I'll have the cream of mushroom. Okay, would you like anything to drink with your order? Yes, can I get a straight tea, please? Straight tea? Sorry, I don't understand what you mean.You know, tea with no milk or sugar. Oh, we usually just say, I take my tea with no milk or sugar. Ah, is that how you say it? Thanks. I'll remember that for next time. You're welcome. In case you change your mind, the milk and sugar are on the counter to your left. Would you like anything else? No, thank you. Is that for here or to go? To go where? Did you want to eat your food here or take it home?Oh, is that what you meant? Sorry, for here. Your total will be $6.80. Here's my card. なるほどね。ノンネイティブの人が注文してるって設定なんだね。Part C. Listen to the conversation and choose the correct answer for each question.Hi, Jill. Are you also going to Tom's house party tomorrow? Oh,
hi, Ken. Yes, I am. So, how do you know Tom? He joined my soccer club a couple of weeks ago. Since I didn't have any plans, he invited me to the party. Oh, really? I have known him for a long time. By the way, I have basketball practice until 4:30, so I am not sure if I can make it on time. The party starts at 5:30 in the evening, right? No, it's an hour later. Oh, good. I'm really looking forward to going. And you? Not really. I have to hand in my history report by Monday. But it's already Friday. So, why are you going then? Tom wants me to meet his friend who is visiting here from Paris. So, I couldn't say no, and Tom is a good friend. Also, I can practice speaking French with his friend. I see. What's your report on? Maybe I can help you with it. I have to write about the first European to visit North America. I think it was Christopher Columbus. I'm going to write about him. Ah, I am not a history expert, but I think it might be a good idea to look at that again. You said North America, right? Yes. Scientists recently discovered that the Vikings had lived in Canada for a while, more than 1,000 years ago. Oh, I'm going to have to check that then. Thanks for the help, and I'll see you at the party. Part D. Listen to the monologue and choose the correct answer for each question. Many people know that plastic is not good for the environment. You have probably heard that plastic is in our oceans, lakes, and rivers. You might have also seen pictures of sea turtles trying to eat plastic bags. These plastics and some other garbage are gathered together by the movement of the ocean. In the Pacific Ocean, this huge collection of garbage is called the Great Pacific Garbage Patch. This group, or patch of garbage, is so long that it stretches from North America to Japan and can be divided into two groups, the Western Patch, which is near Japan, and the Eastern Patch, which is located between Hawaii and California. However, in recent studies, scientists found that oceans and rivers are not the only ways plastic is being spread. They looked at the snow in places far away from large cities or oceans, such as the Arctic and the mountains in southern France. There, they found plastic in the snow. This proved that small pieces of plastic are being carried in the air. A lot of these pieces were about half the size of a human hair. This is a major problem for people and animals. First, we are breathing in these small pieces of plastic, which may be bad for our health. Next, and more importantly, after the snow melts, the water carries the plastic to rivers and oceans. There, animals and fish eat the plastic, and then we eat them. This can make us sick.